じゃ。こんにちは。あ、ちょっと、あ、その前に、うん、はい、なんでしょう。風貌が変わった。ひげ。はい。ちょっとさ、もうやることないからさ、ひげぐらい生やさなきゃいけないかなと思って。やることないから。やることない。ひげそんなもめんどくさくなってさ。お。いや、それでまあひげをちょっと生やしてみようかなと。お、なんかイメージ変わりますね。どうですか。いや、いいと思います、いいと思います。ちょっとワイルドな感じに。まあワイルドにしていこうな。そうですね、もうこう、まあ、こういう時だからこそちょっとワイルドに、そうそうそう、元気よく行きたいんですけど。はい。プロ野球の開幕の日にちが見えてきましたね。はいはい、あ、そうだね、6月19日。はい。はい、やっとなんかこう選手もね、それに向かって、はい、やっていこうというなんか姿勢が出てきてるよね、うん、そうですよね。やっぱりさ、決まんないとさ、どこ目指していいのかって分かんないからね。いや、そうそう、モチベーションもどうしていいのかってことになりますもんね。あ、だからまあそういう意味ではすごくいいことだよね、うん、そうですよね。で、はい、やっと始まるな。あ、そうです、そうです。ファンの方も選手の方もそういう気持ちになるんですけれども、うん、はい、メジャーリーグの方も NPB より先に結構いろいろこう提示をしていて、ちょっとメジャーリーグは7月上旬80試合ほどのレギュラーシーズンを実施する案を今出しているとか、うんうん、あと例えばアメリカンリーグとナショナルリーグの東地区、西地区、中地区の同じ地区の球団だけと対戦するっていうものだったりとか、うん、まあ移動を避けるということだよね。あ、そうですね、長時間の、うんうんうん、ね、はい、あとはプレーオフに関しても例えば出場枠を両リーグとも5チームから7チームに増やして、うん、でリーグ最高勝率のチーム以外は地区シリーズの前に3回戦制のワイルドカードラウンドを行う、うんうん、やるんだね、はい、うん、そういう制度をまあちょっと取り入れようとしているそうで、うん、あと、うん、プレーに関してもプレー中に関しても、うん、例えばベンチにいる選手のマスク着用の義務付けとか、うん、まあね、まあ用心に越したことはないけどね。まあまあそうなんですけどね。あ、じゃあなんかベンチに戻るとすぐみんな選手マスクするのかなとか。まあそうだろうね、っていうことですよね。あと声も出せないということでしょ。あ、そうです、応援するのもそうです、そうです。あと控え選手が観客席に座る可能性もあるだとか、うん、まあ、まあ、そりゃベンチ狭いからね。まあそうですね、ソーシャルディスタンス取れないですもんね。まあそうだよ、だからまあそういう意味では取るのかもわからないしね、はい。あとは、まあ、これは始まってみないと分かんないけどさ。まあそうですね、ルールってその時々で変わっていったりもしますし、ね、うん、まあ、そういう、まあ、案もあるっていうことでしょ。はい、あと、うん、その、はい、メジャーリーグはこれからキャンプ再開もまたするようで、あ、まあ、その場合は選手を各球団で50人に制限した上で、うん、最初は5人以下で時間や場所を区切って練習して、うん、その後紅白戦っていう段階を上げていくと、うん、だからまあそれをそういうやり方をキャンプという位置づけをしてるんだろうけどさ、はい、まあ、日本もおそらくそういうふうにやったりとか実際やってるから、はい、まあ、改めてキャンプっていう名前をつけなくてもね、うん、みんな日本の選手って自覚持ってやってるから、はい、うん、だからまあそんな名称つけなくてもいいけど、はい、ただ言ってんのが、うん、やっぱこう団体スポーツで、うん、やっぱこうチームワークというか、うん、なんかそういうものが構築されていかないと、はい、なかなかこう盛り上がってこないんだよね、うんうんうん、チームで連携をしてどういうふうに今年は戦うっていうことをキャンプの時やったのに、うん、まあそういう時間がなくなるっていうのはちょっとどうかと思うけど、うん、そうですね、うん、だからまあどっかでやらなきゃいけないだろうけどね、それはね。これはじゃあキャンプではなく、例えばちょっと、まあ、チームで集まって少し練習をしてからのちょっと紅白戦みたいなものって、うん、まあやるよね、もちろん。やりますか。もちろん移動制限はあると思うんですけど、やっぱりね、これからね、体力がどうのこうのとかいう、うん、悠長なことは言ってられないから、やっぱり実戦感覚をすぐ、はい、戻さなきゃいけないから。そうですよね。でピッチャーの肩だってブルペンに投げててもしょうがないし、はい、やっぱりより実戦に近い形を取っていく練習をしないと、その中から反省材料は反省材料として、うん、もう一回チームで反復練習をしていくという、まあ、そういう作業の方がいいだろうね。
そうですよね。あとただ、うん、そのケーシー投手がいつだろう、うん、1週間前か2週間前のなんか取材の時に、うん、今の状態は12月とか1月のやっぱキャンプ前の状態に戻っちゃってるっておっしゃってたんで、うん、ということは、まあ、それは、うん、いやそれは自分がそういう風に戻しちゃったんだよね。あだから継続できなかったんだよ、やっぱキャンプで鍛え上げたものっていうのも、ものがね、はい、それはなかなか難しいと思うよ。じゃあ急ピッチでこの例えばもう1ヶ月ないで、もうねないですけど6月19日まで、うん、その中で超短期間でやっぱりペースを上げて調整していくっていうことになってくるんですね。まあそうだね、うんうん、まあ急ピッチになってくるよね。これはもう仕方ないもん、もうみんな同じ条件だから。そうですよね。やっぱりそうなってくると、うん、例えばその短い期間の中でよりこういい状態に持っていけたチームとか持っていけた選手がいる球団っていうのはすごくまあ有利になってくるというか。だからまあスタートダッシュだよね。ああスタートダッシュということは豊さんいや感じだよね。え、まあ、あの以前、うんまあ、動画で、うん、コロナで開幕が、うんもしできなかった場合、超短期決戦になった場合と、うん143試合すべて戦えた場合で、うん、セパの予想が変わってくるっていう順位の予想をしたじゃないですか。まあしたね。ということはあれも若干ずれてくるってことですか、うん、予想も。いややっぱり予想はずれるよね。で予想はずれるっていうのは何が基本的に主だったことになってくるかというとさ、うん、やっぱ投手力なんだよね。投手力はい。うん。やっぱこう点を取るというよりも与えないという方がやっぱり強いと思うんだよ。うん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 。でもまあ点を取れるかっていう問題もあるんだけどさ、はい、でも与えないっていう方が確率論としたら俺はいいと思うんだよね。で野球っていうのは、うん、ピッチャーが勝率の7割ぐらい握ってるというスポーツだから、はい、6割7割ね。だから投手力がやっぱり充実してた方がいいよね、うん。だからまあ例えばさ、はい、野手2名ピッチャー2名って入れるとこあるけど、うんまあ、中には3名ピッチャー入れて野手1名っていうところ、まあ、4人登録なんだけどさ、はい、だからここら辺はやっぱ監督の手腕だとかさそういうのが問われるよね。いやそうですよね。で短期決戦だとさ、はい、10日に1回の、うん選手の入れ替えができるんだけどさ、うんまあ、ピッチャー入れて外国人を、はい、で投げたら登録抹消して新しい外人を入れるっていうことはできてたんだけど、はい、そんな悠長なことできないから、うん、これは誰をどういうメンバーをベンチに入れるかっていうのはさ登録をするかっていうのはやっぱ監督とかそのチームがどういうふうに考えて動くかっていうことが、うんはい、すごく重要視されるよね。いやそうです、その選手の能力個々の能力プラス監督コーチのその手腕、まあ、逆算であったりとか、うんはい、そうなってきますよね、うん、だから新監督はさセリーグ2人、はい、パリーグ1人でしょ、はい、でヤクルトと広島、はい、で楽天、はい、ミキだからここら辺は経験がないだけに、まあ、コーチの経験はあるにしても、うん、監督として決定権を持った時のどのぐらいの踏ん切りがあるのかっていう、はいまあ、その中で俺が順位を予想したのは横浜、巨人、中日、阪神、広島、ヤクルトなのね、はい、今年フルシーズンを戦った時に、うん、でセリーグの中で、はい、これ浮上してきそうなのが、うん、阪神の短期決戦になった場合ですか。短期決戦になった場合それはそれは首都圏でやるでしょ。あその案出てますよね今で首都圏でやったとしたら、はい、3球場全部人工芝なんだよね。あ東京ドーム、うん、それから、横浜、うん、で、まあ、神宮と神宮はいまあ仮に西武も西武ドームも使うとしても人工芝なんだ。はい、はいで阪神甲子園球場って土のグラウンドでしょ、はい、でミスが多いんだよとにかく、はいうんうん、ねでミスが多いのと投手力の足を引っ張るということを考えるとこの足を引っ張るっていうケースがすごく減ってくると思うんだよね人工芝だと、はい、まだ土のグラウンドよりは、うん、で外国人のピッチャーがエドワーズ、うん、ガンケル、はい、スアレス、ガルシアっているんだよ4面はい、うん、これはね4人とも使えると思うよ俺。
あ、この超短期決戦で。ああ。え？いや、俺は使った方がいいと思うよ。え、それはどうしてですか？だって投手力が、投手として勝てるもん、うん、このピッチャーたちは。あ、この 4名がで、プラスが例えば、まあ、西投手とかもそうですし。誰？あ、西とかにもいるよね。うん、それと阪神の後ろが能見、はい、藤川っていうベテランが控えてるんだよね。はい、だからここら辺 その精神的な支柱だとか、あでボーアっていう4番候補を取ってるんだけど、はい、首都圏でやる場合は、うん、ボーア外してもいいからこの4人のピッチャーを登録するとかさ。おお、あ、首都圏でやるときは、うん、そのぐらい徹底した方がいいと思う。もうじゃあ阪神はもう投手の力をここで発揮させるっていうことですよね。いや、もうものすごくいいからこの4人っていうのは。そっか、そうすると、うん、阪神がこの超短期決戦今シーズンには上位に、うん、まあ、優勝もちろん可能性ももちろんある。いや、可能性ある。ある。おお、あれ、来る可能性がある。フルシーズンだと豊かさん、何位予想だったんですか？4位。4位か。4位が一気に優勝になるわけ。まあ、中日とは阪神迷ったんだけどね、 A クラスを入れようか、うんうんうん、でもやっぱり甲子園球場を本拠地としてるということ、うん、エラーが多いということ、うん、そういうことを考えると、うん、なかなかやっぱりどうだろうって。中日もこう昨年の後半から上り調子に来てたからさ、はい、だけどやっぱり首都圏でやる場合の阪神打線ってよく打つもん、関東に来た時に。あ、そうなんですね。あ、やっぱ甲子園球場っていうのはやっぱこう打者にとってはすごく打ちにくい球場なの、うん、うんうん、どこも入らないっていう感覚でやってるから、はい、風が影響してね、うん、でそうなってくるとやっぱ阪神が首都圏でやる場合は、うん、これは浮上、俺はしてくると。お、じゃあ逆に、はい、過去、危ないかなって、黄色信号がこう点滅しそうな球団っていうのは超危機。いや、これはさ、うん、ちょっと分かんないんだけど、うんうん、そこまではこう考えてないというか、うん、やっぱみんなそれなりの自覚を持ってやってるだけに、うんうん、その加工するっていうことは俺はないと思うんだけど、はい、順位に大きく影響してきそうなのが俺は阪神だっていうふうに思うんだよね。そっかそっか、セリーグは、うん、セリーグは、うん、じゃあでパリーグ は、楽天、ソフトバンク、西武、ロッテ、オリックス、日本ハムだったんだよね。はい、まあ、その中で、うん、オリックス、お、オリックス、あ、まあパリーグの場合は他球団もいいよ、はい、まあ、岸則本がいたりだとかさ、うんうん、まあ、ソフトバンクはいろんなピッチャーがいたりだとかさ、うん、まあ、するんだけど、はい、まあ、山岡、山本、ディクソン、田島、ケイ、鈴木、榊原、うん、やっぱいいんだよみんな、はい、まあ、そうなんで DJ が打線に加わったと、うん、でこの期間で日本に慣れることもできただろうし、はい、まあ、外出禁止令は出てたとしても、うん、なんか環境とか、うん、まあ、自主トレもやっただろうし、はい、だからそういった意味ではこうなんかスタートダッシュが効いたとしたら、うん、オリックスはあるなって思うよね。あ、もうそのまま優勝っていうことがってことですよね。ああ、だから西武がスタートダッシュできればいいんだけど、はい、あそこは打線のチームでしょ、はい、打ち勝つっていう、打ち勝つだからなかなかこれスタートダッシュが効かなかった場合には取り返しがつかなくなる。そっか、投手陣が、そしたらオリックスが入ってくるっていうような。なるほど、そっか。しかも、うん、そのパリーグは、うん、大阪とか兵庫を中心に戦っていくっていうのが出てるじゃないですか、はい、まあ、最初はね、はい、っていうとやっぱりオリックス、そういう意味でも、はい、まあまあ、ね、地元の利を生かすっていうことはあるかもわかんないけどね、うん、あるかもわかんないけど、やっぱ投手力がいいよね本当に。そっか、やっぱ短期決戦になってくると投手力っていうのがすごくキーになってくるんですね。いや、なるなる、うん、しかもやっぱ点を与えないっていうのがさ、はい、一番いいもんね。そうですよね。で長期戦って言ったらローテーション崩したりだとかさ、うん、まあ、疲労だとかさ、うん、まあ、いろんなことが起きてくるかもわからないけど、はい、こう短期決戦だとこう頑張りきれるもんね多分最後まで。そっか、その短い分そこに集中して
いけるってことですよね。いやローテーションもね、うん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 、それとまあ言えば勝負どころでいいピッチャーをどん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 回していけるという、はい、長いスパンで物事を考えなくていいから、うんうんうん、だからもういいピッチャーを優先的にローテーションどんどん回していっちゃうっていうこともできるし、そうですよね。でも、うん、そうなってくると今度今年ルーキーイヤーのピッチャーたちっていうのは、うん、この超短期決戦では使いづらくなってくるんですか？使いづらい。あ、例えば佐々木朗希投手だったりとか、まあ、あでもやっぱ使ってくると思うよ、ね、ボールに力があるしね、うん、で森下っていう広島のピッチャーも、はい、やっぱローテーションの一角を与えると思うけど、うん、それはねなかなかやっぱ難しいよ、うん、いやもうだからあんまり期待はして過度の期待はしないと思う、うんうんうん、もう短期決戦はやっぱもうベテランの多いチームが有利だし、はい、ピッチャーも実績のあるピッチャーが多く抱えてる方が有利だよね。そうですよね。あとは、うん、その好不調って選手にとってあるじゃないですか、まあ、ベテランでも新人でも、ああで、ああよく不調でも例えば4番に使い続けるとか、ああなんとかローテーションにこうね組み込ませるとかって普通のレギュラーシーズンでありますけど、この短期決戦になってくるとその使い続ける、うんっていうのとか、はい、例えば1軍と2軍でこう上げてくる入れ替える選手とかそういうのってどうなってきそうですか？いやもう我慢してるようだったら終わっちゃうって。あ、ダメですね。いやダメダメ。あ、やっぱ不調の長い選手は、はい、とにかく休ませて打ち込ますか、うん、体調整えさすか、はい、しないとダメだよね。そこら辺のこともしっかりできる、うん、うんうん、だから新人監督っていうのがそこら辺ができるかどうかだよね。ベテランの監督だったら多分やると思う、話をして、あ、もう休めというふうに言ったりとか、うん、ちょっと3試合外すから3試合で戻してくれとか、うん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 、もうそういう英断下すと思う。あ、でも待ってらんないもん。そうですよね。その調子が上がってくるまで。そうですよね。そうそうそう、うん、だからまあそういうことも、はい、まあ今シーズンの見どころの一つになってくるかな。そうですね、うん、これはね、うん、監督の手腕っていうのは問われるシーズンだよ。いや本当そうです。一つのミスがっていう命取りになりかねないというか、それ判断のミスが、うん、だから誰をベンチ入りをするかさせるか、はい、登録を誰にするのか、うん、まあ、こういうことも見どころの一つだよね。そうですよね。あと例えば投手が一人故障、先発ローテーションを守ってたね、投手が一人故障が出たとか、ちょっとそういったことでも歯車って狂ってきそうですね、うん、いやそれはもちろん狂うよ、うん、だから狂ってもある程度まあ、特にピッチャーだけどね、うん、ピッチャーが故障した時に狂わないのは阪神だよ。あ、投手力。あ、外国人のピッチャー4人使えるピッチャー持ってんだもん。それはすごいですね。確かにすごい、やっぱすごいよ。だから8人いるからね、うん、阪神外国人が、まあ、野手も入れると、はい、だからここら辺の競争もあるし、はい、誰をベンチに入れるかっていうことも面白いし、うん、だからまあそういうなんていうの、あ、やっと始まったか、コロナだから、まあこうやってね対策しながらっていうけど、はい、でも目線をちょっとずらすとさ、うん、そういう戦略だとか、はい、戦術があるから、うん、そこをまた楽しみにしてほしいなって思うよね。確かにそうですね。あのね、無観客になったとしても確かに応援しに実際に行けないっていうのはすごく寂しいものありますけど、でもね、うん、自宅で見てたり外で見てたりして、あ、こういう使い方してるとか、うん、あのチームまだこの選手引っ張るんだとか、うん、こういう見方面白いですね。そういう見方をね、うん、そういう見方を、まあ視聴者の皆さんもいろんな野球を想像してると思うけど、はい、だからまあそういうのもコメント欄に書いていただければ。あ、そうですね、こういう見方面白いと思うとかね、うんうんうん、いや俺だったらこうするとかさ、はい、そういうのはあの皆さんのも聞いてみたいよね。はい、ぜひね、そういった見方もコメント欄に皆さん、はい、書いてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい。